西の前期魔女は、小木原のり子作のファンタジー小説。中央公論者の C、ノベルズ・ファンタジアより、1997年9月から、順次出版された。2001年と2004年の2度、新装版が刊行された。また、月刊コミックブレードにても川春日子の作画によって、漫画化もされ、2006年4月からアニメ化された。2013年6月から、 角川のブランドカンパニー角川書店の角川文庫より新装版が刊行された。女王星の国グラールの北方、辺境のチセラフィールドで生まれ育った15歳の少女、フィリエル D。彼女は生まれて初めての舞踏会の朝、幼馴染みの少年ルーンから青い石の高貴なペンダントを手渡される。それはフィリエルの父、天文学者 D 博士が彼女に託した品だった。 そして、このペンダントがきっかけで、コーチの村娘だったフィリエルの日々は一変してゆく。小木原は大学時代に、総大児童文学研究会に参加しており、一部のメンバーと影の創作活動をしていた。その活動を通して、初めて完成させた小説、西の前期魔女が、本作のもとになっている。とはいえ、引き継いだのは一部の設定のみである。 秘められた活動ゆえに楽しいという感覚は、二巻のトーラス女学校での女生徒たちの秘密の、同人活動に生かされている。フランク・ハーバートの、ドゥーン、砂の惑星に大きく影響を受けており、その作中に登場する女性だけの秘密結社、ベネゲ・セリットの魔女が、西の前期魔女につながっている。また、女王候補のレアンドラの名は、 ケルトファンタジーの名手フィオナ・マクラウドの薄なの家で壮絶な最期を遂げるデヤドラが参考にされている。何よりタイトルはロバート・ショールズの記事が由来であるアーシュラ・ケルイコール・グイーンの異名の一つザ・グッド・ウィッチ・オブ・ザ・ウエストからの借用であるし、もともとの第5巻で闇の左手とアーシュラ作品そのものズバリのサブタイトルも使っている。差し絵。 桃川かすが子2003年5月、外伝3の発売に伴い全巻が新装版として発売された。旧版の総画は、1から4巻、牛島慶子、5巻、木川林、外伝1、2巻、朝比奈良子総が、佐竹美穂半径を変更した、新装版。2001年11月より順次刊行、半径を変更した、新装版。ストーリー展開を考慮し、 通貫が変更されている。2004年10月より順次刊行。イラスト、小林系2006年4月から6月まで、アニメ魂枠にて、西の前期魔女、アストラヤ・テスタメントのタイトルで放送された。全13話。AAB、高津、文み木原わらのりこ作開題、小木原らのりこち特馬文庫編集部編集、まがの世界、おぎわのりこ特本、特馬書店。 2010年、小木原のリコウ橋直子、もう一つの世界の匂いを求めて、ハットショールズ、ロバート、ザ・グッド・ウィッチ・オブ・ザ・ウエスト。ホリンズ・クリティック11、1、一瞬0018から3644、https、www.questia.com、ライブラリー、ジャーナル、一時1から1億3 3三0 2万6590、ザ・グッド・ウィッチ・オブ・ザ・ウエスト。 ありがとうございます。